7日、ミャンマーの最大都市ヤンゴンの街頭に数万人の市民が集まり軍事クーデターに抗議し実質的な指導者であるアウン・サン・スー・チー氏の釈放を要求しましたこれは2007年に数千人の仏教僧侶が軍事政権に反対してデモを行ったサフラン革命以来ミャンマー最大規模のデモだと BBC が報じました AFP 通信によると ヤンゴンでのデモ参加者数は10万人に上るとの推計もあり、他の十数以上の町や村でもデモが行われているといいます。AFP 通信によると、ヤンゴンのデモ隊は、アウン・サン・スー・チー氏の政党、国民民主連盟を象徴する赤いトップスを着て、赤い風船を持ち、軍事独裁はいらない、民主主義が欲しいなどのスローガンを唱え、ミャンマーに正義を、我々の投票を尊重せよと。 書かれたたや、プラカードを、掲げていたと言いとます。昨年のタイでの新民主化デモで抵抗のシンボルとなった映画「ハンガーゲーム」に触発されて多くの人が3本指のジェスチャーをしましたこの軍事クーデターを完全に軽蔑しているし弾圧は怖くないスーチーママが自由になるまで毎日参加すると20歳の大学生ジプチョさんが語りました 18歳の経済学部の学生、イエチョさんは、最後まで戦う。軍事独裁を終わらせれば、次の世代は民主主義を享受できると話しました。ミャンマーの首都、ネピドーと第二都市マンダレーでも、小規模な抗議活動が見られました。動画によると、ミャンマー警察が、デモ隊を分散させようとした際、銃声が響きました。写真には、ゴム弾と思われるもので、 負傷した抗議者が多数写っています第三都市のモーラミャインからも銃声が響きましたがケガ人はいませんでしたミャンマー軍は6日全国のネットワークの遮断を命じましたネットワークの状況を追跡する組織ネットブロックスによるとミャンマーのネットワークは7日一部復旧し現地時間午後2時から通常の5割程度の接続が回復しましたが Facebook や Twitter などの SNS はブロックされたままだったといいます。